科学系エンジニアの皆さん、定年後が収入アップのチャンスです。どうも、本を読んだら最高の景色、福沢です。突然ですが、科学系エンジニアの需要が年々高まっています。例えば自動車の燃費を上げるプラスチック樹脂の開発や、エネルギー需要を満たす代替燃料の開発には科学系エンジニアの力が必要です。アメリカの労働省によると、科学系エンジニアの雇用は2026年までに 6% 増えると言われています。しかし、全体の需要が高まるのと個人の収入が上がるのは別問題です。収入アップのためには、一人一人が戦略的にキャリアを積んでいかなければいけません。必要な経験を積んで必要な資格を取る、それがうまくいくと定年した後もフリーのエンジニアとして活躍でき、実際に年収2500万円を達成した人もいます。そこで今回はこの本を参考に、年収2500万円も達成できる生涯現役エンジニアのキャリア戦略を紹介します。田辺康夫著、生涯現役エンジニア、実例に見るその必要性と提案、電子書籍版です。田辺先生は有限会社田辺コンサルタントグループの代表取締役、労働安全コンサルタント、技術士、中小企業診断士、IRCA と ISO マネジメントシステムの主任審査員の資格を持っています。経歴は京都大学大学院燃料科学科を卒業後、三菱化学に入社、定年まで技術開発に専念しました。担当したプロジェクトでは社長賞6回と、科学系エンジニアなら誰もが憧れる大河内生産賞の特賞を受賞しています。定年後はフリーのエンジニアに転身し、主に労働安全コンサルタントや講演活動を行っています。それでは、生涯エンジニアとして活躍するためのキャリア戦略を見ていきましょう。ぜひ最後までお付き合いください。まずは基本方針を押さえましょう。それは、定年まではエンジニアとして経験を積み、定年後に培った技術を活用せよというものです。今、大企業のエンジニアとして働いている方は、早くフリーになった方が収入が上がるのではと考えるかもしれません。確かに短期的にはそれもありえますが、長期的に見ると損かもしれません。会社にいるうちは、会社の看板を使って大きな仕事をやった方が実績を作れます。田辺先生は、定年してからが本当の始まりで、それまでは準備期間だと述べています。定年後こそがエンジニアとしての本当の人生である。それまでは修行、修行期間中は会社に多大な貢献をせよ、無私の心意気を持ち、もらった給料の1000倍貢献せよ、見返りを求めるな、修行中は修行の場があることに感謝し、ひたすら修行に励め、会社にいるうちは会社の仕事を通して実績を作っていきます。では次に、どのように長い会社員生活を送っていけばよいのか見ていきましょう。3つのポイントがあります。1、出世しない。2、深みと幅を増す。3、必要な資格を取る。1つずつ見ていきます。1、出世しない。一般論では出世した方が絶対いいと思いますよね。でも、定年後にエンジニアとして大きな収入を得たいなら話は別です。もし管理職に就いてしまったら、自分の技術を磨くことはできません。定年までは現場の仕事と向き合って技術を高めるのが鉄則です。田辺先生はこう述べています。単なる組織の長など管理職についてはならない。定年までエンジニアとしての仕事をやり遂げよ。田辺先生は管理職への昇格は全て断り、エンジニアとしての仕事に熱中しました。その結果、新しい触媒の開発などに成功し、三菱化学にて社長賞を6回も受賞。さらに、産業界に大きく貢献した業績に贈られる大河内生産賞特賞も受賞しました。エンジニアとしてこれ以上ない実績を積んだ田辺先生は、それを生かして定年後にコンサルティング業務に当たっていきました。生涯エンジニアとして活躍するなら、管理職より現場で技術を磨いた方が定年後に役立てられますよ。2、深みと幅を増す。ものづくりにはいろんな知識があります。特に大きな工場で作るものは、自分の専門知識だけでは足りません。例えば、反応器を設計するとします。その時、機械の知識がいります。機械屋さんと同じレベルではなくとも、議論して言い分を理解できるだけの知識は必要です。また、反応器を据え付けるには建屋が必要です。建屋を建てるには地面を掘削しなければなりません。さらに、ポンプやコンプレッサーも必要で、これを動かすにはモーターが必要です。これだけでも、建築、土木、電気の知識が必要なことがわかります。専門以外の知識を持っていることで、エンジニアとしての深みと幅が増し、より大きな仕事ができるようになるのです。田辺先生は、あらゆる現場を訪れる中で、積極的にいろんな知識を身につけていきました。本でこう述べています。航空宇宙関連以外は、ほとんどの業種を訪問した。これらの実地見聞が、学生時代に得た知識の上に積み重ねられた。机上の知識が実地見聞によって大きく補強された。これがエンジニアの深みと幅になる。もし不慣れな分野の仕事を任されたときは、エンジニアの幅が広がると思って、ぜひ前向きに取り組んでみてくださいね。3、必要な資格を取る。定年後、フリーになって活躍するには、実力を証明する資格が必要です。会社の仕事をやりながら、関係のある資格は進んで取っておきましょう。田辺先生は定年までに9個の資格を取りました。学生の時に通訳案内士を取得。
33歳で危険物取扱者、34歳で高圧ガス製造保安責任者公主科学、37歳で公主機械を取ります。40代はメインの業務が多忙だったため資格は一旦停止しますが、52歳で技術士、57歳では長男官の中小企業診断士を取得しました。定年後、資格の勉強はさらに加速しました。主に製品の国際規格を作る ISO の資格を取っていきます。61歳品質マネジメントシステム主任審査員、64歳労働安全衛生マネジメントシステム主任審査員、67歳品質マネジメントシステム検証審査員、情報セキュリティマネジメントシステム審査員補、70歳食品安全マネジメントシステム審査員補。田辺先生は定年後に10個の資格を取得しています。資格の幅も年を重ねるごとに専門的なものからマネジメントするものへと広がっています。この資格をフル活用して田辺先生は64歳の時に年収2500万円を達成しました。会社を離れた後は資格は特に役立ちますが、すぐに取れるものではありません。会社にいるうちからコツコツやって来たる定年に備えておきましょう。さて、以上が定年後を見据えた3つのポイントでした。1、出世しない。2、深みと幅を増す。3、必要な資格を取る。ぜひ今日から意識してみてください。さて、これで今回の動画は終了です。もっと知りたいと思った方は概要欄より Amazon に飛んで読んでみてください。 Kindle 会員なら読み放題なのでお得です。コメント欄から感想もお待ちしてます。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。本を読んだら最高の景色、福沢でした。